につなげてる動画なんですけど、そうなんです。なんか大学生になった役なんですけど、なんかね、投げキッスで撃ち落とせは研究生時代の時からやらせていただいてる曲なんですよ。みさきちゃん？ん？そう、ん？なんかなんていうんやろ、で投げキッスで打ち落とせは最初ね、誰かのために公演ね、めちゃめちゃ苦手だったんですよ。めちゃぷいぷい見てる。めちゃめちゃ苦手だったんですけど、めちゃめちゃ苦手っていうか、どうやったら可愛く見せれるかとか全然わかんなくて、もうどうしたらいいんやろうって感じだったんですけど、なんかなんやろ、山里奈さんがその時になんか設定をちゃんとしてみたらいいんじゃないって言われて、言ってもらえて、なんかその時になんか、あ、すごいな、なんかあったんかな、なんか何年生とかもう決めといた方がやりやすいよとか言ってもらえたんですよ。だから高校1年生とか、ピポ近いね本当に。行かへんかな、ピポ近いな、開いちゃった。でなんかその時に、今日はじゃあ中学3年生の投げキッスで打ち落とせ、今日は中学2年生の投げキッスで打ち落とせとか、今日は高校3年生の投げキッスで打ち落とせとか考えてたんですよ。で当時高校2年生か3年生だったんですね、誰かの高3かな。でもうその日にちょうど、じゃあ今日は高校2年生の投げキスで打ち落とせをやってみようって思ったら、なんか、あ、結構なんかツイッターとかでの評判が良かったんですよ、その時の投げキスで打ち落とせが。まあ自分のなんか変な感覚かもしれへんけど、その時の投げキス打ち落とせが自分なりにすごい入り込めたし、なんかすごいファンの皆さんもいつも見て、なんか私のファンじゃない方も、え、今日のゆねちゃんの投げキス可愛かったって言ってくださる方が多くて、そこから高校2年生の投げキス打ち落とせをすごいなんか考え込んだんですよで、今日の、まあ、演技っていうかセリフとかは誰かのために公演で歌ってた時に考えてたことを喋りました私のなんか自分なりの投げキスで打ち落とせの設定を考えましたそう、そこから遡ってビデオを作っていったって感じなんです、実は。うん、それね、公演中に言おうかなって思ってたんですけど、ちょっと緊張しすぎて忘れてました忘れちゃった。実はね、そんなことを考えながらやってたんですよ。みさきちゃん見に来てる？もう行っちゃったかな。そうそう。ハンバーガーはちょっとこの後インスタに載せようと思ってたんですけど、ちょっと
ちょっと画質が良すぎて載せれなかったので後でもう一回載せ直します。あ、上崎マーケットさんのルームウォッチありがとうございました。嬉しいです。瀬戸りもなんか正直コロナでなかなかうまくいかんくって公演とかもできひんくって、結局あこれが N プラ最後なんやって思いながらユニットスイカベイビーとかできひんかったし、投げキッス打ち落とせも結局千秋楽ではできなくて時間の都合上なんか自分の中ですごい不完全燃焼やったっていうか、だからこそもう一回ファンの皆さんの前で踊りたいなって思って入れました。今日は本当にありがとうございました。あ、タワーだ、嬉しい。ポッサーありがとう、見に来てくれてありがとう。なんかうん、なんやろな、でも正直自分の今の声に満足してるかって言ったらちょっと満足してなくて、ソロをやってまあ今アーヤンさんの卒コンも並行してやっていているからこそ周りのメンバーさんの凄さももう最近はすごい身近で感じれてるからこそ、なんやろな、まだまだできることってあるなって改めて思ったし、自分の思い通りにいかへんかったことも今回いっぱいあったし、うん、まだまだ頑張りたいなって思いました。うん、なんかそうですね、そんな感じかな。実は君と僕の関係は本当は2人のペアユニットなんですけど、私が本当に48グループをハマったきっかけの曲だったのでどうしても歌いたくて、でも2人じゃないし歌詞読んでどうやって1人で表現しようかなと思って携帯を使ったんですけど、実はイントロサビは自撮りで動画を撮ってて、またいつか載せます歌ってるところ自分の iPhone で撮ってたので、うん。オーバーテイクは正直歌うキーは難しかったけどそう、正直君と僕の関係ははるかをはるかを登場してやって言ってたんですけどさすがにね最後やったし、あとは違う後輩メンバーとかを呼ぼうかなと思ったんですけど、それを思いついたのにはもうなんかもういろいろと決まっちゃってて間に合わなかった。もうじゃあそれならもうせっかくだし一人で歌おうと思って。あ、あとそうです。ファン投票も1位ありがとうございます。本当に。すごく嬉しいです。なんか選曲は正直自分がやりたい曲とファンの方に伝えたい、届けたい曲を選んだだけなので、すごいなんかこうこだわりましたとかは正直ないかもしれないです。純情アンダー19はせっかく19歳だし、なんかそれで始まったらかっこいいかなと思って、あとちゃんと踊りたいなって一個思ってたので、純情アンダー19だったら感想とかは歌わずにバキバキに踊れるので入れたいなって思って、まあスイカはさっき言った時通りまだ不完全燃焼やったっていうのも一つあって、あとはやっぱりなんだろうな、スイカはねファンの皆さんに好きって言ってもらえることがね多かったんですよ。だからこそなんかやっぱ好き、このゆなちゃん、この曲のゆなちゃん好きって言われたらさ
単純なんで入れちゃうんですよねやっぱりで入れました。彼女はね、一つアイドルらしいことしたいなと思って、彼女とあともう一個なんかで迷ってたよ、なんだっけな、彼女ともう一つで迷ってたんですけど、もう一曲で友達に聞いたらその曲の方がアイドルっぽいし可愛いんじゃないって言ってもらえてしました。そうやな、彼女と何悩んでたんだ、あれ、あ、彼女とナメクジハートで悩んでたんです私。そうやそうや、え、そうやったっけ、そうやったな、彼女とナメクジハートで悩んでて、そうなりましたね。まあ、うん、彼女になったのかな。お、マグマグありがとう、パッカーンですね。お見えかちょっと。ディクタスさん、クマタンありがとう、クマ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 ありがとうディクタスさん。そう、なんか一曲ぐらいアイドルっぽい、まあスイカもアイドルやし、ナギスもアイドルやし、まあ、全部アイドルなの分かってるんですけど、ザアイドルっていう曲をしたくて、うん、整理しましたね。で、まあ投げキスで打ち落としは誰かのために公演の私のあの今いつも投げキスで打ち落として踊ってた時の表現っていうか考えてたことをそのまま形にしてって感じ。なんかね、動画の中でも言ってると思うんですけど、まずね、上級生も下級生もって言ってるから、あ、高2じゃないとあかんなって、高2か中2やなって思って、でもさすがに自分も中2は演じれるところまでやってないけど、中2はさすがに無理やなと思って高2にしました、高2になりきりました。だからちょっとなんかなんやろな、学生っぽくしたくて、レナタンにスクールバッグを借りたり、あとね、あの全身はタンタンコーデなんです。レナがリハーサル終わりに、早く終わった日にちょっとね、カンブリの衣装がもう一つあったんですけど、来なくてネットで来なかったんですよ。そうそう、ネットで来なかったんです、そう、届かなかったんです。だからね、あのレナに「ねえレナ、通販で冠の服こやんでん、どうすればいい、選んでほしい」って言ったら「いいよ」って言ってくれて選んでくれました。でベルトもレナが貸してくれて、スクールバッグもレナが貸してくれました。なのでタピオカを送りました。そうそうそう、なんかね、それでだから高校2年生になりきって、でもなんだろう、私の中での脱ぎキスで打ち落とせは、まあ、明るい女の子だけどそんなにグイグイ喋りに行けないイメージだったから、ちょっとメガネをかけて、明るい女の子だけど喋られへんっていう感じでメガネをかけました。そうそうそう、で双眼鏡で遠くから見てるっていう、もうなんかの漫画を参考にしててんけど、何だっけな、 LDK かな、忘れましたね。忘れましたわ。ハニレもそうだかな。
忘れました最近漫画読んでないか忘れました。でも漫画を読んでたんで、高校はたくさんそういうのをベースに作りました。双眼鏡びっくりした。100均で買ったんですよ。100均で 毎日いろんな100均覗いて、可愛い双眼鏡ないかなと思って双眼鏡を見たんですけど、ちょっと意外とファンの皆さん見えるかなと思ったんですけど、あんまり見えなかったですね。なんでやろ、私の使い方が悪かったんかな、あれ。なんかちょっと目が真っ暗になりました、あれみたいなちゃんと度数合わせとけばよかった、ぼやけちゃった。そうそうそう、そういうイメージ。もうね、VTR の設定はね、ナンバトル期間中のリハーサルの行き道の電車で思いついて、パーって台本書いて一発撮りです。おたくみじゃ見てみてるのね。いや、ファンの人を見たかったんです、あの双眼鏡。実は後ろの方とか、まあ、見えるんですけど、もちろんあの舞台上からは。でもちゃんと見たいなと思って。でもね、やっぱどう合わせていかないとダメですね、双眼鏡って。まあ、ぼやけるべじゃおおってなるから、もうこうしてたしそう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 、なんかね、やっぱり最近グルメも自分で頑張りたいなって思ってたから、なんか VTR の中で食べてる動画を入れたいなって思って、食べてる動画入れたい、もぐもぐしてる動画。うーん、別にでも食べ歩きは最近今のご時世できない、じゃあ家で食べてる動画にしようか、家で食べてる、じゃあどういう設定にしようか、ナイキッスで打ち落とせにつながる動画で、その前に彼女になれますかを歌ってるから、じゃあ彼女間の設定にしとこう、彼女になった体でで彼女になりました、でそこが過去の話に行こう、投げキスで打ち落とせっていう流れです。で最後にデパートでチョコレートを買ってきたから一緒に食べようっていうのは、その妄想の後の口移しのチョコレートっていう、一話の動画では口移しのチョコレート、彼女になれますかから口移しのチョコレートまでつながってる動画に自分なりにしました。 VTR 設定はね、そうですね、まあそういう曲を考えつつ、その曲のことを頑張って頑張って理解しようとしていったら、なんかつなげるために生まれたって感じ、どっちかっていうと。今回は結構設定をしっかりしたいなって思ってて、一人だし、自分のなんだろう、世界観ではないけど雰囲気というか、設定しっかりしといた方が見てる皆さんに伝わるかなっていう感じですね。そうなんです、だからね、後でデザートチョコレート食べようって言ったのは、動画の中で言ったのは、その口移しにつながるためのあれです。で後半の投げキス、口移し、蜂の巣ダンスは私の中での挑戦ブロックっていう感じにしてるんです。投げキスで打ち落とせは、私ニポジさせていただいてたんですけど、誰かのために公演で、もうちょっとフロントで歌いたかったなっていう、ちょっと心残りというかあったし、投げキスで打ち落とせのセンターのなんだろう、歌割りがいつもすごい見てて、わあいいなって思ってたんですよ。なんかなんだろうな、そんな人気者とか、なんかやっぱ学校中の女の子が狙っているのとか、なんかすごい歌いたいなっていう。私は結構投げキスでの歌割りは一人での歌割りがなかったんですけど、いつか投げキスも一人の歌割りがいただけたら嬉しいなって、誰かのためにこうやってる時は思ってたから、今回は歌いたいっていう挑戦コーナーで入れて、口移しはそういう、口移しのチョコレートは正直そういう系統じゃないし、そういう曲が苦手だからこそ、ソロ公演では挑戦できるのかなって思って入れましたまだまだだなって分かってるけど、一番
角度とか手振りとか構成っていうか立ち位置とかめちゃめちゃ考えたし、正直めちゃめちゃ渚さんの口写しとか AKB さんの口写しとかめっちゃ見たから、一番なんだろう考えたけど、やっぱり難しかったです難しいです。しかもね、あのね、あのリハーサルではねもう分からなくて歌詞めちゃめちゃ間違えてたから、リハーサル正直本番もめちゃめちゃ怖かったし、ジャケット脱ぐのがめちゃめちゃダサいってめちゃめちゃスタッフさんに言われてたからそう、もういろいろといろいろと練習しましたもう分からんかったもん。なんかね、私本当に何やろな、なんかね、友達っぽいんですよ多分、いろいろとね。そうよく言われるんです、友達女らしくない、女の子らしくないねとかよく言われるんですよなんかね、なんて言うんやろ、どうしてもね女の子らしくできないというか、なんかね、だから余計に難しかったです難しかった、もうめっちゃ悩んだもん、なんで入れちゃってんやろって思いましたけど、けどいい挑戦だったなって思いますし、でももうちょっとね頑張らないとなって思いました怖い目でありがとうそう皆さんありがとう、そんなことないよって言ってくれて、でもなんかだからこそすごい歌詞も読み込んだし、たくさん読んだし、なんかだからこそ何やんだろうな、あのガチガチに緊張して歌ったっていうよりはその歌詞をちゃんと飲み込んで歌えたって感じはしたので、歌っててなんか楽しかったすごく。そうそうそう、だからまあ第一歩ということでスタートラインということで、まあ、こソロ公演やし、今までやっぱり全体曲とかも、まあ、ライブとかになっても自分に似合う曲とかユニットをに選んでいただけるので、なかなか自分のキャラじゃない曲って多分できないと思うんですよ。だからこそ今回は新しい一面を見せたいなと思ってチャレンジブロックの中にこの曲を入れました。でなんでそういう大人っぽいセクシーな曲でも口うずしのチョコレートが入ってるかっていうと、ホワイトデーとバレンタインデーが近かった2月と3月の間っていうのと、あとはチョコレートが好きだから入れましたこんな感じです。あ、ブチブチ切れる、大丈夫かな、黒みんなブチブチ切れない、そう、そんな感じ。むずいな、やっぱり私シャワーの後だからとか見てて絶対できひんわと思ってたからさ自分で口移しを自分でやることが来たのかと思うとあれだったけど、新しいなんか振りとか自分の角度とかなんか考えてる時間が意外と楽しかったです。で蜂の巣ダンスは曲が好きっていうのがあって、もともと期待してないって、もう見たかったっていう人と期待してないっていう人が来たらもうどっちやねんって感じやわ口移し意外だったでしょ、ほら見てみそうそう、で蜂の巣はまあ難しいっていうのも一つと、その公演の後半に入れてくる体力の大変な中で入れるのとか、正直このスパンの中でその振りがちゃんとできるか分かんなかったんですけど、ごめん止まってた大丈夫、ごめんね、けど自分の好きな曲だし
自分に合ってるなって思うし、合ってる歌詞というか入り込みやすい歌詞だし、歌ってるだけで楽しくなれる歌詞だから入れました。復活した？よかった。よかったよかった。よかった。口移しの瞬間止まった？そう。何喋ってた時やろ。蜂の巣はやっぱり自分らしさを出せる曲はどこだろうって思って、めちゃめちゃしんどかったけど。あと私滑舌悪いからあの歌詞めちゃめちゃ苦手で、もう最初カラオケで練習しに行った時はなんかね、で このご時世カラオケそんな行けないじゃないですか。1時間とかしか1時間も歌ってないけど、ソロコンとか生誕祭とかこの前の漢文の時も正直カラオケをもう 3,4 回行ってたんですよ。けど今回はさすがにそんな時間もないし、今の時行くの怖いから行かれへんし、もうなんかで1回しか自分で歌マイク通し歌ったことなくて、初めて歌ったら前に歌詞出てるのに全然歌われへんくって、もうなんで入れちゃってんやろうって思ったけど、やっぱり歌詞いいですね。あれめっちゃ楽しかった。あ、ホワイトデーとバレンタインデー付近、あーなるほどね、ホワイトデーとバレンタイン、口寿司はホワイトデーとバレンタインデーの間やから、この日今日がのと、まだ止まる？うち口寿司の話したらショールームに嫌われてるんかな。止まるわ、あのお前止まる、口寿司禁止令出てるんかな。止まるかもしれん、口寿司の話したら。なんでチョコレートが好きだから選曲しました、以上です。ねえ1歳がその話ね。この前まで5歳だったのにもう1歳になったらどう思う。ねえどういうこと。もうチョコレートが好きだから選曲しました。ってことでお願いします。みんな笑わんといて、もうリハーサルの時が一番恥ずかしかった。もうさあもうチョコ好きっていうことで、そうです、そういうことでした、そういうことにしといてください。もういろいろ考えて選曲したけど、そういうことで腹筋割れやんといて。そうあらパルちゃんが来た。よいしょ。なんか山ひろさんと出会ってからパル、よいしょ、山里奈さんと出会ってから曲の年齢設定をするようになったな私は。はるちゃん帰ってきたらって来てくれました。うちのソロ公演見ててくれててんな。でもその間にうんうんしてんな。なうんうんしたんやろ、ママに聞いたで。今日ねパルね、私がいない時になんかママもお掃除してて、弟もなんかいろいろ用事してたから一人だったらしいんですよパルね。それで、あごめんパルリップついたわパルの毛に。それでなんかあれあれあれ、パルすねてないわ、なんかほっとかれててんな、ママとシンシンにな、みんな用事しててんな家でな、で遊んでくれる人おらんかってんな。そしたらパル消えちゃったらしいんですよな。パル消えてんな。でママがどんだけパルパルパルポー行くよってポー行くよって言っても出てこなくて、めちゃめちゃ心配しててんで、ね、ママ。そしたらお風呂場から出てきたみたいです。この子お風呂場から出てきたみたいです。どういうことパルちゃん、なんでお風呂場から出てくるのかな。しかもお風呂場で閉じ込められてたみたいです。パルちゃん勝手にお風呂場入るから勝手に閉められるんだよ、隙間から入ったの。
感じです。ライトが眩しいのかな。そうです、まったくもうパルちゃんだね。でも今日も帰りちゃんとできてくれたから嬉しかった。顔が拗ねてる。お前よ、なんで拗ねてんの。拗ねやんといて。よいしょ。でね、まあ、君と僕の関係はさっき言った通り、あ、さっきじゃないな、カンブリライブで言った通り、まあ、48グループが好きになったきっかけの曲だから歌いたくて歌って、オーバーテイクは皆さんが好きって言ってくださるのと、私も歌詞が大好きで、なんだろう、前向きになれる歌詞だからこそ、これからもね、どんなことがあっても頑張っていきたいなっていう決意表明として歌いました。下ろしたら、ほんま2番も歌いたかってんけど、オーバーテイカーはほんまになんか音程とかよくわからなかったな。もう気持ちよく自分なりに歌ってたって感じ。でもすごい、あの、私のことを応援してくださる皆さんが集まってる中でああやって歌えてすごい嬉しかったです。ナーパルん、ピピ、嬉しかった。いい歌詞だよね。みんなが変えたグランドの子で練習をしてること僕は知っているよ。本当はね、オーバーテイクじゃなかったんですよ。最後が投げキスで女性になってたんです、実は。ねえ、本当はね、裏話として、本当はバードを入れてたんです、実は。研究生公演でユニットピークしかしたことがなかったから、違う自分を見せたいなっていうことでバードを入れてたんですけど、なくなりました。またいつかどこかでやりたいなと思いますけど、もちろんやっぱりね、そうそう、意外でしょ、やっぱり。そうそうそう、そうそうそう、いつかやりたいけど、まあ、まだね、やっぱりヒゲとかもないし、私手と足短いんで。そう、違うユニットを研究生時代にやってみたかったっていうのもあるんですけど、そんな感じで入れてみてたんですけど、やっぱりもっとね、伝えたいことが変わってきて、途中で変更させていただいたんですよ。あー、制服が邪魔をするのも一回考えたんだけどね。バードもいつかやりたいなって思います。あと、ハートの独占権は一曲ぐらい二人でしたいよねってなった時に、やっぱりなんか二人でのユニットって考えたときに、二人ともそれしか思いつかなくて、でせっかくカンブリライブやるんやから、なんかね、できないようなことをしたい、まあ、なんていうかな、なかなかね、憧れてるっていうか、やってみたいって思うものをやりたいなって思って、スペシャルゲストの出口ゆりなと笹野はるかでハートの独占権、なんか二人でやりたいねって、なんやろな、結構昔に言ってたんですよね。もともとライブとかでやりたいな、やれるようになりたいよねみたいな話をしたことがあったからこそ、二人ですぐ決まって、なりました。なんかもうアイドルブリブリの衣装を自分が着ると思うと大丈夫かなとか
思ってたし、ガニまたいならへんかなとかめっちゃ思ってたけど、まあなんとかヒュールもなんとかしました、できました。どっちがどのパートするっていうのは、なんやろ、まあ普通に私がお姉さんっぽくないっていうのではるかの方がお姉さんっぽいんで、まあ普通にそういう感じでピンクと紫になってって感じですね。まあはるかはピンクは着たことがあったし、まあでもその着る前に決まってたんですけどね。はるちゃん昼寝すごかったわ。あ、見て見て、かわいい、かわいいな、はる、かわいい、カメラ越しでもかわいい、かわいい。それでその後本当に今日は嬉しいこともねまだあって、ファン投票がウインク、なんかもう本当に嬉しいです。1位ね、すごい票数もまだ伸びて、うん、正直なんだろう、その公演終わったはずなのにまだ肩の力が抜けなかったからこそ、ファン投票1位は本当に嬉しかったです。ごくるめはあれか、当日発表になると思うんですけど、もう最後までね、でもここまでファンの皆さんが私たちにこうやって愛をくださってるから、もうドキドキですけど頑張ります。もうほんまに、いやー大丈夫かな、あと2日やで、2日、もう2日しかない、2日、早い、明日からごくるめ、もう頑張ります。もうまた最高なパフォーマンスも見せるので見ててください。いや本当に恩返しをしなきゃいけないのは私たちの方です。本当にありがとうございます。それ卒コンもあと3日です3日です。すごいね、すごい考え、もうねすごいですよ卒コン、本当に、なんだろうな、やっててね、なんかあやり、なんだろうな、ハマる曲っていうか私にぴったりのユニットとかをに選んでいただけてたり、なんかあこんな場所で踊れるんだとかもあるし、楽しみにしててください、うん、私も楽しみ。もう卒業コンサートか、なんか最近あやさんと謎にだんだん距離が縮まっていってるからこそ、あやっぱりなんかもうちょっと一緒にいれる時間が長かったら、うんうんうん、めっちゃそうやって思う。そうだ、夕方もね出させていただきます、ジャンレディも。もう皆さんお仕事ありがとうございます。皆さんが応援してくださるおかげです。私毎日充実してます。最近今日からの調子本当にありがとう。2月28日ありがとう。夕方見に来てね、ありがとう、待ってる。ジャンレディもネタぜひいっぱい送ってください。
盛りだくさんです。でね、そのらへんでまた嬉しいお知らせ、来週その次の週ぐらいにまた、あと解禁されてないのは3つあるのでお楽しみに。あと3つあります。しかもめちゃめちゃ嬉しいお仕事3つ、嬉しいです。どう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 、3日おといたちの放送日もあります。ぜひ卒コン終わってから、まあ絶対ね皆さんアドレナリンが出てしまってるので寝れないと思うのでぜひ見てください。ご帰省さんも、ご帰省さん2人と出てるので、ぜひ。にゃ、皆さんにね少しでも楽しんでいただけるようになりたいです。ニャニー治らんなパル、もにゃ見て見て、もにゃもにゃ、頑張ります。よし、はあ、何バトルも終わっちゃうか。もう4月です。はあ、早いな。パルもう来た、出口家に来てから1年経つんちゃう？パルちゃん、あんた3月に来たんで、おめでとう。あ、4月はまだやな、3月はまだないな。はい、2月が早すぎて。明日からでも3月ですよ、雪見大福の新商品やったね、レアチーズケーキ。あ、バター食べたんです、ファミマの、ファミマに売ってるあの発酵バターみたいな、バターの味がスライス140キロカロリーのやつ、美味しかった、びっくりした。え、私ね今日なんかのご褒美に買おうと思ってバターのアイスがあったから、買おうかなって。でもめっちゃチョコレートの気分だったんですよ。でバターか、バターの気分じゃないの。でもバターって美味しいどうなんみたいな思っちゃって、いやでもせっかく売ってるし、なかなか売ってないって聞くし、まあ、今見つけたしご褒美やし買おうみたいな、もうめちゃめちゃ美味しかった、びっくり、もう衝撃でした。もう本当に本当に美味しかった、もうほんまに美味しかった。でもね最近ね、もうちょっとだけ体絞らなあかんなって思うようになったんで、そろそろちゃんと、でバターアイスは140キロカロリーだったんで、ちょっと本当にアイスが食べたくなったらあれ食べようって思いましたね。いやーもうほんまに美味しかった、びっくりびっくりよ。私太らないかって言われたら太りますし、でも痩せません。ラビ活してたら痩せませんね。ダイエットするってなったら私本当にガチのダイエットしないと痩せない体質っていうか、まあ、みんなそうやと思うけど、めっちゃ美味しいからな、バターのアイス、パルパル、バターのアイスめっちゃ美味しいから、めっちゃ美味しいねんで、食べられへんのかわいそうに。めっちゃ意地悪な女やば、うん、ファンもラビカツで歌る。ごめん、あのじゃあヘルシーなところも教えます。あでもね今日はメンバーのウィンクは絶対に公演するときはタリーズのあれをねマネージャーさんに頼むんですよ。
で今日も私カンブリーライブでスタッフさんに何がいいって言われて、差し入れ、差し入れというかご飯何がいいって言われて、もうすぐ即答したので今日はそれをの写真も撮ったので、また明日か明後日にでもそれをあげます。メンバー大好評のあるものがあるんです。でこの前ちひさんにめちゃめちゃ美味しいねものも教えてもらったから、お楽しみください。あ、今日まさしの続きあげます。動画ぜひ見てください。この後あげる。この後インスタもあげます。うん。名前ないけ。この後インスタもあげるので、ぜひ見てください。あ、犬の匂いする。よいしょ。よし、じゃあ投稿しなきゃいけないものもあるので、そろそろ終わりたいと思います。カメライブの写真たくさん SNS で上がりました。パートの独占権のやつとか SNS の画質綺麗なんでしたっけ？載せます。なんか目が今日めっちゃラーメンつけたからかいい。よし、13位トシポンありがとう、嬉しい。12位かなちゃんもありがとう、見てくれてありがとう、嬉しいです。11位イトキンもありがとう、見に来てくれてありがとう。10位よすよすもありがとう、見に来てくれて、見えましたちゃん。11位カナリアでジャンボパフェ2つ食べたわ。いた、ほんまにすごいな。あれカロリー書いてないけど何キロカロリーあるんですかね、怖いですね。10位浜野ありがとう、何の曲が一番好きでしたか。9位かなちゃんもありがとう、かなちゃんも何の曲が好きやった。8位白もありがとう、あ、ちょっとパル怒ってる、パル白パルが怒っちゃってる、外出られへんからって。また見に来てありがとう、こちらこそ。7位ナインくんありがとう、ナインくんも春リース。ありがとう、いっぱい好き好き言ってくれて。これか、6位りょうくんもありがとう、あ、最後までなんか最後バイバイって嬉しかったです。またこれからも好きでいてください。5位コジもありがとう、あ、なんかユナのショールームにいた。全然いいんですけど、本当にいつも私のこと支えてくれてるから、もう本当にでもいたなっていう。ダメもありがとう、ハルリースのハート独占権どうでしたか。ありがとう。3位マグマグもこれで元気になって元気というか、もっともっとね楽しんでもらえたら嬉しいなって思います。2位ボスさんもありがとう、ハルリースの生誕 T シャツ2枚重ねして、ちょっとすごいいいなって、そういう考えってすごいなって思いました。もう愛が伝わりました、ありがとうございます。1位ディキタスさんもありがとう、本当にいつも本当にたくさん優しい言葉かけてくれて本当にありがとう。あー秒でごめんね、終わっちゃうもん。でもこの後インスタも一度投稿し直しますし、ツイッターもまさかシンガポールの続きあげたいと思いますので、そちらの方ぜひチェックをよろしくお願いします。それでは皆さん、本日やばい声なってる、明日から3月ですけど体調に気をつけて頑張りましょう。アーカイブもぜひ12時になったら上がりますので見てください。バイバイ、おやすみなさい。本当に幸せな時間をありがとうございました。これからもね、これからもね、なんだろう、ここからまた自分らしく頑張りたいなと思いますし、うん、ちゃんとね気持ちもしっかりして頑張りたいと思います。ではまた皆さんに報告できるように頑張ります。またねー、バイバーイ。